はい、こんにちは、勝又博物館です。さあ今日はですね、 YouTuber というか三脚使っててスマホ使ってる人を気をつけてっていう動画です。普段僕外で撮影するときはこのね、アルミ製のすごい軽いコンパクトな、3段階のビル小さいやつを使ってるんですけども、もうこれ5年ぐらい使ってるかな。まあ上の部分ね、スマホ入れるときこういう風になってると思うんですけども、ちょっとこれにね取り付けます。はい、普段こうやってね撮ってるんですが、室内だとこれ一脚スタンドって言って、まあ下は足三脚なんですけども、ここがね一本になってるので、まあ邪魔にならない。でこれもね縦にねこう伸びる、3段階で伸びるやつなんですけども、これで撮影してたんですが、つい先日ね、この上の部分ここがね折れてしまいました。あった、これがそのパーツなんですけども、ここねこうなってたやつが、こうなってたやつが折れちゃったんです。でなんで折れたかっていうと、スマートフォンをここに設置するときに、広げるときにですね、こうやってスマホを入れてグッと持ち上げてやってたらパキッと折れました。ここね、スマートフォンをグッと入れてガチってはめる式でやってたら折れました。と思いましたね。あちゃーって、初めて壊れたって感じで、まあこれもちろんね取り付けができるんですけども、買ってきました、新しいの。550円でした。なんか後ろにミラーがついてるという謎のね、ミラー付きということで謎の鏡面ミラーがついてるんですけども、まあこれを取り付けてみたいと思います。ただ同じタイプのやつを買ってきてしまったのって、てかまあ基本的にこのタイプのしかないと思うんですけども、あのね、あんまりね、だからそういう取り付け方をするとまた折れちゃうんじゃないかなと思うんですよね。ここでまあこうやって伸ばしてつける、こういう感じの付け方、これだとね多分壊れやすくなる。ここに負担がかかってこのポキッてさ、また折れちゃう。だからやるときは本当に手でここを持ち上げて、この伸びる部分をね、ここ、そして難しいんだけどねこれ。まあ、とりあえずこれにつけてやってみようか。これにつけて、これでここを持ってはめる。これがなかなかね、やっぱだからこのワンハンドでできるやり方は本当にこうなんだよね。これが一瞬で取り付けられる。ただこれをあまりにもやりすぎてると、ここのところがまたねパキって多分折れちゃうんじゃないかなということで、まあ気をつけてという動画でございました。まさかね、ほんとこれがね折れちゃうなんて思わなかったですね。まあでもプラスチックだからそれは折れるよね。綺麗に真っ二つにパキーンと折れたからね。でアロンアルファでくっつけようと思ってここをつけたんですけども、全然ダメでしたね。やっぱりアロンアルファとかっていうのはプラスチックを溶かしてつけているだけなので、一度やっぱ弱っちゃってる部分にはもうやっぱきついですよね。はい、ということで、三脚のヘッド部分、スマホの、まあ頭だけでも一番安くてもネットとか、家電屋さんとかでもやっぱ550円とか600円ぐらいで売ってますので、まあそれぐらいしちゃうよね今の時代、この頭の部分って。だからこれがね怖いって人は、こっちのタイプ、今三脚つけてたんだけどこっちのタイプ、こっちに取り付ければいいのか今度は。こっちのタイプ、これは、あ、これもねちょっと壊れ気味なんですけども、何が壊れてるかというと、ゴムがもうないでしょ、ここのスポンジかで、上にゴムが本当はここについてるんですけど、ゴムがない。ただまあ取り付けることはできるので、これはね折れる心配がないです、鉄なので。だからこれはね非常にいい、すごくいいです。もうなんかあの水平は全然取れないんですけども、これ1000円ぐらいで買えるので非常におすすめですね。軽いし本当に。
はい、ということで今日は三脚の話、頭のヘッドパーツ部分のお話でございました。それではまた明日。